どうも、作って遊ぼうのボムGです、前回の続き、雲海を作るところから始めてます。こんな感じで雲を表現していきます。こんな感じです。作って遊ぼう。ここも同じく前回色塗りを始めたところですね。こんな感じで少しずつ暗い色から明るい色を乗せていって立体感を出していきます。2日目は雨も上がって天気も良くてちょっと暑いぐらいの感じでしたね。ここでキークルーのジャンク君が来てくれました。やばいな。お客さんから褒められるのは、僕が描くキャラクターは表情豊かで結構ハッピーなこう表現が多いので、それを見てると気持ちが穏やかになったり安らぐって言われるのが結構嬉しいです。なので今回の壁画もハッピーな気持ちになれるように心がけて描きました。すげえ。これはめちゃくちゃ楽しいな。これはおもれーぞ。ここで動画編集なんかもしている和田山で活動しているワグくんが来てくれました。これ何でも真似したろうって考える人間なので、これはな、シリーズっすね。しかも俺絵のセンスが一番ないと思うので、そういうこと。作って遊ぼう。お昼ご飯を兼ねて和田山周辺を散策しました。ともしびっていう喫茶店行ったり、大将軍杉っていう歴史あるでかい杉の木見に行ったりしましたね。で、休憩の時にコウノトリがつがいで休憩してたので写真撮りました。マジで最高っす。さ、昼飯も食って午後から最後の仕上げの時間です。大鳥の山クジラが残ってるので最後まで気合い入れてやっていきたいと思います。
ことええやろ。肌感というか。僕は制作時に壁の素材を生かして、その壁と壁画がマッチするように、なるべくマッチするように心がけてるんですけども、ジャンク君はそこに今回気づいてたんで、すげえなって思いました。確かに。さ、ほぼほぼ色塗りも終わって、ほぼ壁画は完成なんですけど、最後のアクセントとしてハイライトを入れて完成にしたいと思います。世の中にはたくさん目を向けることがあって、芸術はそれを示すツールやと思います。日常のいろんなものを通じて人々に投げかけるものでないといけないんじゃないかなって思います。そのために僕はこの活動をやってるし、本気でこの人生と向き合ってます。まあそんな大げさなことじゃないんですけど、まあ誰でも最後はなんか笑ってたいなって思うやろし、この活動が誰かの心に届いてるといいなと思いますね。本当にこのランド君のいいなの一言が僕にとっては一番の報酬になりました。こうしてありがたいことに僕には助けてくれる仲間がたくさんいるので、僕はこれからも誰かの元気のきっかけになるためにこの人生を楽しんでいこうと思います。この壁画も和田山で誰かの元気のきっかけになってたら嬉しいなって思いますね。今後もこうやって全国各地点々と回りながら、いろんな人と出会って楽しいことしていきたいと思います。このチャンネルの動画を通して皆さんの元気のきっかけになれてたら幸いでございます。ということで、雲海を泳ぐ山クジラと魚たちの壁画を制作いたしました。ご視聴ありがとうございました。